皆さんおはようございます。ラッピー石橋です。今日は九州熊本大分子ども応援マジックナンバー66お楽しみください。久しぶりにですね、今日は私が大好きなロープマジックを皆さんに魔法のギフトでお届けいたします。一本のしっかりしたロープがございます。まずはハサミの切れ味確かめてみました。こちらが真ん中です。はい、真ん中でした。そしてこのロープをなんとなんと真っ二つに切ってしまうのです。切りました。このロープ、こちらで結びます。しっかり結ばれております。はい、そしてこの結んだロープを手にくるくる巻いていきます。そして息をでかけますと、なんと元のロープに戻ってるじゃありませんか。さらにこのロープ、結び目が取れてしまいました。はい、私の好きなマジックの一つはこちら、山手千切りですね。はい、ちょっとこう山手線に見えません？山手線と中央線です。はい、花の油をちょいっとつけて取れてしまいました。わかりました。今度は全部切れるところをご覧に入れます。はい、こちらは一瞬のうちに一本にしてご覧に入れます。はい、一本になりました。ここで笑っていただくんですが、皆さん笑っていただきました。はい、こちらにですね、バラバラに切ったロープをこちらの袋の中に入れます。はい、入れました。ワン、ツー、スリー。はい、ありがとうございました。感謝です。ありがとうございました。笑顔の花咲くマジック教室からお届けいたしました。ストリートアカデミーでお会いしましょう。